でキュッと締めようかな。お、ちゃんと固定できますね。これで緩まない。あ、いいっすね。今回紹介するのは PB スイスツールズのコインドライバーです。これはスタビータイプですね。例えばこれ自転車の暗車板タイプの、点滅するランプですね。キャットアイさんのここに使うこの端っこにですね、これですね、であるんですけど、いつもこの500円玉で開けてたんですけど、まあ開かないことはないんですよ。開かないことはないんですけど、まあこういうので開けたら、はあ、やっぱグリップがついてるんで、やっぱまあ取りやすいですね。開けやすいです、とりあえず。あ、これいいですね。他には、他にはですね、これなんですけど、心拍計ですね、ポラールの。これの裏面のバッテリーがやっぱりコインタイプなんですよ。で、これも、あ、意外に簡単に開いちゃいました。やっぱ力入れられるんで、これは便利ですね。例えばこれ500円玉で同じ作業をやろうとすると、ちょっとこう慎重にやんなきゃいけないっていうか、舐める。ことがあるんでちょっと怖いんですよね。でもこのやっぱドライバーでやるのとコインでやるのとでやっぱ力の入り方が違いますよね。これね、時計もそうなんですけど、やっぱりここバッテリーコインのタイプなんですよね。いつも500円で開けてるんですけどね、これ500円がそまああるっちゃあるんですけど、10円玉だとこうブカブカなんですよね。500円だとまあまあかっちりくると。スタビータイプのこの、あ、力の入り方がやっぱ楽です。これ力入れやすいんで、やっぱり回すのが楽ですね。すごくここにあるんですけど、ここがですね、そうそうこう合うかっていうと、こうかかりが弱くて、ここをいつもこう壊しそうな感じなんですよね。でもこの端っこのところを使ってあげると簡単に開けられると、これは便利ですね。そんなわけで、あのコインで開ける場所が多いものを持っている方だったら、この PB のコインタイプのこのスタビードライバーですね、これ長いやつもあるんですけど、これおすすめです。